さて前回オブイエアーケードゲーマー吹雪主演声優の野川さくらちゃんに突然挑戦状を叩きつけた豊口、なんでも主役を演じるならそれなりの腕を見せてみろってことらしい。うん、いいねその挑戦的な行動。目の前に立つものは全て敵だからね、ガンガン行きましょうってことで、女の意地。さあ、いよいよやってまいりました。今日ここでですね、若手声優2人が、大激突いたします。それでは、早速ですね、その声優さんの方を呼んでみたいと思います。アーケードゲーマー吹雪、主演声優、野川さくら。はい、ゲーム大好きです。はいはい。あの、気持ちの方は。気持ち、絶対勝ちます。満々です。まんまんだ、頑張ってください。はい、それでは、今日ですね、またあのその火種をまいた、張本人、もう一人のですね、きっとあの格好してくると思うんですけどね、それでは、呼んでみましょう。スーパー声優自称ですけどね、豊口めぐみさんです。今日も元気にダンスが決めたらパンダを背負ってあくるよ、あくっぽいパスくんだ。突っ込んでくださいよ。なんだよこれ、すごいな。言っとくけど自前。もうやる気は満々だ。うん、うん、はい、それではね、じゃあ早速勝負の方を、始めていきたいと思いますんで。はい、ちょっと待った。なんだよ。ちょっと待ってほしいね。何があるの？それは、うん、今日は私は、いや俺と言っていこうかな、うん、俺はあるものをかける。それはズババーン。これだ。これはだよこれ、歴代のスーパー声優たちが手にしてきたスーパー声優ベルト。そんなのあったの？ベルト。これをかける、命、私の命、これをかける。だから野川さくら、お前はその吹雪の衣装をかけろ。これ、じゃない、かけろ。ということで、ついに始まったヤングな声優2人の意地と意地とのぶつかり合い、スーパー声優の座をかけたタイトルマッチが今ここに。そして2人が今回対決するゲームがこちら。 PS2 用ソフト夜明けのマリコ。このゲームはマイクを使った異色アクションゲームで、画面下に表示される演技指導を参考に字幕通りのセリフを喋ると、声のボリュームや喋るタイミングで演技が判定されるという、まさに声優のお二人が対決するにはぴったりのソフト。ちなみに今回は一人ずつ順番に役を演じてもらい、総合評価の高かった方の勝ちとします。役どころはそれぞれ殺人鬼に追われる女子高生、復讐に燃えるカンフー少女。さあお二人の演技力やいかに。なんか割と二人ともね、自信満々なんで、多分面白い勝負になると思います。狩る。まずは主演声優野川さくらから。3, 2, 1, action! Go! Excellent! なんと迫真の演技でいきなりエクセレント。さすが主演声優。アクション、エクセレント。その後もまるでアフレコ現場のごとく熱のこもった演技をする野川。しかしこの時、野川は今まで感じたことのない威圧感を背中に感じていた。そう、やつである。真剣に熱演する野川に対し、凄まじい眼光を浴びせる豊口。そして野川の調子が狂い始める。誰もいないの？夢だった。どうなってんの？あ、ゼロになっちゃった。ゲームオーバー。終わっちゃいました。ということで野川さくら、なんと0ポイント。
後ろの妙なプレッシャーに負けたのか最後まで演じきれず、これは豊口大チャンス。では姉さん、お願いいたします。3, 2, 1, action。 はぁ、エクセレント。シーソーギルお師匠様、エクセレント。お師匠様、あ、危ない、エクセレント。しっかりして、死なないで。怪しい、どう見ても怪しい。未だかつてこんな演技をする声優がいただろうか。アクション。ヒキャーナウ、ヒキャーマナウ、ヒキャーマナウ。湧いていたす。はぁ、行くぞ、ヒゲプロデューサー。はっ、はっ、はっ。その後も野川とはまるで対照的な凄まじいほどの怪演で野川を、そしてスタッフをもビビらせた豊口。なんと最終的にランク A、 80ポイントを獲得。ということでこの勝負、豊口めぐみの勝ち。はい、ということで、勝ったのはですね、勝者、はい、豊口めぐみ勝った。はい、見事ね、勝ちましたけど、どうでした？感想は、感想は当然当然つってますよ。当たり前、当たり前でね、負けちゃったんで、これね、はい、じゃあこの衣装の方を、うん、後で、靴もね。でも、あの、今日は負けちゃいましたけど、次回は絶対勝ちます。いやー、もう、いくらでも大丈夫。今日は、豊口さんの得意な音ゲーだったじゃないですか。次回はぜひ、私の得意なゲームで、ぜひよろしくお願いします。うん、まあ何でも来いって感じ。いやー、素敵、姉さん男前。うん、ということで何やら再戦が決定した模様。さあお次は一体何をかけるんでしょうかね。っていうか本当に二人ともやる気なのか。頑張ります、頑張ります。